のくさん、こんにちは。速稼塾の久保です。暗号通貨についてのメッセージをいただきました。今日から私もね、暗号通貨ではなくて仮想通貨とね、呼ぶことにしようかなと思います。なぜなら大半の人が仮想通貨と呼んでいて、アクセスは暗号通貨ではね、2割、仮想通貨だと8割、このぐらいの比率になってるんですよね。あえて仮想通貨というね、呼んだ方がいいかなと思います。本当はね、クリプトカレンシーなんですけどね。はい、それではですね、今日はのくさんからいただいたテーマなんですけども、この仮想通貨女子となんとなかんとかっていうことですね。今ね、ビットコインをはじめ暗号通貨って値段グーッと上がってるんですよ。まあ、ですんで結構ね、検索のトレンドキーワードで上がりやすくなってます。まあ、ですんでですよ、これを見越して私は半年以上前に暗号通貨の話題をボワッとね、出してたわけなんですよね。まさにその時はまだビットコインって注目されてませんでした。もう100万円以下でですね、であんまりね、見向きもされなかったですし、私が暗号通貨の話題を上げても特定の暗号通貨ファンがアクセスするだけだったんですよ。まあ、でもね、今そういう動画もぐっとね、一般の方がアクセスしていただいて、なんと言いますかね、やっぱ SEO 的に有利だったんですよね、きっとね。動画の数が私圧倒的に多いんで、暗号通貨の話題もね、多分他の人よりもだいぶ多いんですよね。ただアクセスが数万件になるかっていうと、まあならないんですよ。まあ微増したっていう感じですよね。その辺はね、もうちょっと細かく技を作っておかないといけんかったかなと思いますけども、まあまあ暗号通貨でね、人を呼んでるわけじゃないんでね。で、仮想通貨女子ってそういえばありましたよね。私はあんまり印象ないんですけども、そういった活動があるのも分かります。ただしばらくおとなしかったんで、今さらに再結成したってところなのかなと思います。で、肝心なのは暗号通貨って今ね、社会的意義がどうこうっていうのは後付けで、自分が個人的に儲かるかどうかに終始してるばかりが入ってきてるわけなんですよね。で、今回の暗号通貨のバブルの、まあ、パート2ですから2つ目だと思いますけども、2017年以降のバブルで今多くのね、投資家さんが来ていることと、まあ、そうですね、実際に、今いろんな国でお金が財政出動されていて、これからね、インフレ気味なんですよね。市場にお金が出ていきすぎて、まあ、その時にやっぱりインフレの後っていうのは必ずドカーンっていうね、こう下落がありますんで、通貨の信任が得られなくなってきますんでね。以前は日本円にそれが集中していたんですけども、今もそうですけどね、日本円が円高になってますけどね。ビットコインにより多くの人気が集まってきたのかなと思います。出来高は過去最高になってますね。もちろんビットコイン2100万枚のうちの1900万枚が発行済みということで、前回とは比べて4割ぐらい暗号通貨の発行数がね、増えてるのかなというところもありますけども、まあ、それから半減期とかっていう話題もあったり、実際にこのね、半減期とかっていうのはほとんどの人は分かってません。というのが、半減期って何なのかってきちんと説明されてないんですよ。まあ、そういうふうに見えてない部分も込みで、まあ、私たちはね、なんか数字に翻弄されてるわけなんですけども、肝心なのはやっぱ仕込む時期って去年とか今年の春ぐらいに終わってるんですよね。その時に仕込んでない方は、まあ、100万以下なんですけども、100万以下で買えない人って100数十万で買うのもっと難しいんですよね。で、200万円になっちゃうともう難しいんですよ。私の場合はあと利確するだけなんで、ぼーっと見てるって形です。そして私と同時期に私のね、ビットコインとか値上がりするよっていうふうなこの動画を見てね、実際にどういうふうに買えばいいのかと、口座開設はどうなのかっていうところの、初めてビットコインを知った方が今回は恩恵を受けてるのかなと思います。もちろん私も値上がりを保証したわけではなくて、ゼロになる可能性がありますよってこともね、常々申し上げてきたのは今までと同じなんですけども、まあ実際その時に1ビット買った方ね、100万円買った方、今はね200万になってますんで、半年で50万儲かりましたね。まあ正確に半年じゃないんですけども、もうちょっと時間が経つんですけどね、7、8ヶ月になって100万儲かりましたねって話が今はできてますね。ただ残念ながらね、今100万で買った人が200万になるとするじゃないですか。じゃあそこでね、利確して終わるんじゃなくてどうなるかっていうと、もう200万追加して2ビットにするわけなんですよ。もうね、つける薬がないですね。これは必要な利益を確保したら、もうそこでね、やめないといけないんですよ。投資事っていくら欲しくてやったのかってことを最初に決めてなかったんですよね。私もね、再々申し上げたんですよ。いくら欲しいんですかと、100万円欲しいと、とりあえず100万だって言って、そうですね、100万円なら1年以内に儲かるんじゃないですかって言ったら、待ってね、1年もかからなかったわけなんですけども、まあ決済すると税金もかかりますんでね、100万円にはならないんですけどもね。ただここでさらに1ビットを買う、
前回100万で1ビット買ったのを今回200万で1ビット買うと平均取得単価も上がりますし、その分だけリスクも上がってるんですよね。これはね、まずいやり方だと思います。今全てをもうね、決済してもいい時期なんですよ。で、決済した利益でビジネスをすることじゃないかなと思いますね。ずっと投資で儲けようなんて、これはね、プロフェッショナルのやり方ですから。まあなんかその方への個人的な説教動画になりましたけどねまあでも参考にしていただければ幸いですね。はい、のくさんいつもありがとうございます。